千条は古史史上初の将棋特集。それを記念し、過去に人気があった将棋関連記事を再公開します。初出。2020年8月19日、肩書きなどはすべて当時。第61期王位戦第4局は8月19日、福岡県福岡市の大濠公園能楽堂にて午前9時から対局が始まり、現在3連勝中の藤井聡太棋聖18が史上最年少となる2冠獲得と八段昇段に向けて、木村元基王位47と熱戦を繰り広げている。本局は角番で迎えた先手番の木村王位が1分ほど考慮した後、初手を2、6歩と指すと、木村王位が得意とする相掛かりで進んだ。木村王位は23手目で2歩と中段に飛車を引き、そこから29手目で1目で1歩と回るなど、この一局にかける姿勢を感じさせる指し回しを見せた。その後は藤井棋聖が1時間27分の長考から32手目の8、6歩を着手すると、木村王位も37手目を1時間8分の長考の末に8、5歩と打つなどの展開の後、42手目で藤井棋聖の封じ手となった。もぞもぞする癖も見抜く。1日目の対局を放映したアベマで、解説者として視聴者を楽しませたのが橋本崇斎八段37だ。午前中の解説では今日はあまり藤井くんを褒めないようにしたいと宣言したものの、気づけば藤井棋聖を称賛。また画面上に表示される AI による形勢判断が藤井棋聖4号の5号木村王位となった際、橋本八段はそれまでの展開を踏まえの形勢だとしたら、藤井棋聖は神レベルに強いということになりますねと評し、藤井棋聖が一手指して互角になると、形勢を 5-0 の 5-0 にするのを知ってるとしか思えない、とも表現していた。そして藤井棋聖の指すタイミングについて、直前にもぞもぞする癖を見抜き、時に指してまでズバリ当てるなど、その観察力は抜群だった。NHK 杯で残した2つの逸話って？忌憚のない言動で将棋ファンからハッシーのニックネームで愛される橋本八段は、数々の逸話を残している。代表的なのは2012年度の NHK 杯テレビ将棋トーナメント、羽生善治九段に挑んだ時のこと。対局前のインタビューで、羽生さん、しいよね。序盤、中盤、終盤、隙がないと思いと思うよなどと発言。同年の対局で佐藤慎也七段が豊島将之竜王に挑んだ際に、豊島、しいよね。序盤、中盤、終盤、とコメントした際の動きを完コピしたことが大きく話題となった。その一方で2014年度の NHK 杯準決勝、行方久志九段戦では終盤にまさかの2分、なっていない方2枚、同じ筋に配列してしまうことで反則負けスラグムを味わったこともある。もちろん橋本八段は屈指の実力派だ。今期は竜王戦1組在籍で、順位戦 B 級2組では藤井棋聖にこそ敗れたものの、高速の寄せが代名詞の谷川浩司九段相手に勝利を挙げている。橋本八段のような個性派棋士がいるのも、将棋界の面白さと言えるだろうと言えるだろう。NHK スペシャル藤井聡太ふと18歳最強の棋士へから知られざる苦悩と進化、放送前の予告、将棋界の歴史を次々と塗り替えている高校生棋士藤井聡太ふと2冠。驚異的な進化を遂げるまでの知られざる苦悩の日々。棋聖戦王位戦で繰り広げられた盤上の壮絶なドラマ。史上最年少でタイトル獲得八段昇段。驚異的な進化を遂げている藤井聡太ふと二冠の強さの秘密を棋士たちの証言と AI で徹底分析。天才たちの頭脳の格闘技の舞台裏に迫ります。将棋のセオリーを覆す一手を次々と繰り出せる理由とは？史上最年少でのタイトル獲得なるか？将棋の藤井聡太七段17は棋聖戦5番勝負に2連勝。
頼りに王手をかけて7月9日第3局に臨みます。以前にも増して強くなっていると強豪の棋士たちが口を揃える藤井七段。その強さを多くの棋士の証言や AI を使った対局の徹底分析から明らかにします。一方で取材からは藤井七段が手が見えないと苦悩していた時期があったことも分かってきました。師匠は苦しみを乗り越えたことが驚異的な強さに磨きをかけたと話しています。タイトルに迫る17歳、知られざる進化の秘密。